新トレーニング、セーブブルーロック。皆さんどうも、リープヨです。この動画では、ブルーロックプロジェクトワールドチャンピオンの魅力を存分に伝えていきたいと思います。サポートしてくださるのはこの方。どうも、広報の鈴木です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、今回の動画で解説するのは、新トレーニング、セーブブルーロックです。はい、こちらはチームランク B 以上になると挑戦することができるトレーニングとなっております。なるほど。どういった要素が追加されているかとか、選手をうまく育成するにはどうすべきなのかとかについて、今回は鈴木さんのプレーを見ながら解説していきたいなと思います。はい。では、やっていきましょう。早速画面上に私が気になるものがあるんですけど、このチップって書いてるものは何ですかね？こちらはですね、セーブブルーロックではこのチップと呼ばれるポイントをゲットすることがシナリオの進行の条件の一つになっています。こちらが3つの段階ごとに必要な枚数が設定されていて、目標のターン内に集められないとその時点で強制終了になってゲームオーバーです。それはちょっと厳しいですね。そうですね、さらに目標に届いていない状態でこのターン数が少なくなってくると、アラートっていう育成イベントが発生してしまって、練習前のその育成イベントだったり、そういったものを発生タイミングを一回潰してしまうんですね。なので、なるべくそれは発生させたくないですね。そうですね。そのチップはどうやって集めればいいんですか？このチップなんですけども、練習でもゲットできるんですけども、おすすめなのは今回から新たに導入されたレベルマッチです。お、あ、これですね。はい。これはどういったところがおすすめなんですか？このレベルマッチとは、練習や休息の代わりに行う試合のこと。プレーすると勝敗にかかわらずチップをゲットすることができまして、調理した方がさらにそのチップの量が増えますね。なるほど。おまけにステータスもちょっとアップします。なるほど。じゃあ序盤でレベルマッチを多めにやってチップを確保しておいた方がいいんですかね？そうですね、はい、合ってますので、それで大丈夫です。時にはそのこのレベルマッチでちょうど今出てますね、強敵出現という形で、はい、強敵だったり超強敵出現することがあるんですね。ただその試合は結構勝つの難しいんですけど、はい、勝利するともうより多くのチップがもうガッともらえるので、なるほどね、大チャンスです。ただ今回は、まずはまあセオリー通りということで、そうですね、休息から入ります。はい、分かります。まずは休息です。さあコンディション整えて、それからレベルマッチでチップを稼いでいきましょう。さあ試合が終わって、3-0で勝ちましたね。はい。さあ結果は、お、28万。結構やっぱもらえますね、これ。すごいですね。そうですね、28万、もう序盤でこの枚数やっぱ大きいんで、こんなにもらえるんですね。がっつりもらえます。すごいですね、言うことなしですね。さあちょっと、あともう1回ぐらい狙いたいですね。そうですね、レベルマッチでこの枚数を、はい、現在の獲得チップが、39万8千ぐらいだから、今画面はいい数字ですね。そうですね、目標がとりあえず最初の目標は50万枚なので、ちょっとまあ1回ここは8ターンですので、一回ちょっと、もう一回レベルマッチしちゃいましょうか。はい、これで一回稼いじゃいましょう。おお、勝ちました。勝っていきます。チップもこれで第一目標になりましたね。さあこれでパフォーマンスレベルがまたレベル3で上がったので、高い数字が出やすくなってきます。お、それはもうチャンスですね。これはチャンスですね。お、次はですね、はい、ちょっと今これからこのイメージトレーニングの練習をします。はい。そうしますと、こちらが練習レベルが上がりました。お、これはこの今回のセーブブルーロックでは、はい、同じ練習メニューを繰り返し行うことで経験値が、その練習の経験値が徐々に溜まっていって、これのレベルが上がると、その練習で手に入るステータスもちょっと増えてくるんですね。そうなんですね。じゃあ特に伸ばしたいステータスがあれば、それを多めにゲットできる練習メニューを積極的に取り組んでいくといいってことですか？そうです。はい、ではちょうどいいタイミングなので、練習メニューについてここでおさらいしておきましょう。はい、お願いします。練習メニューは全部で5種類。スタミナ、スピード、フィジカルがアップする筋トレマシン。スタミナ、スピード、キックがアップする全力シャトルラン。スピード、フィジカル、テクニック、キックがアップするドリブルトレーニング。フィジカル、テクニック、賢さ、キックがアップする対ブルーロックマンシュート練習。スタミナ、テクニック、賢さがアップしてコンディションが良くなる場合もあるイメージトレーニング。またサポート選手は練習時のステータスがアップしやすくなるスペシャルトレーニングカード1人1枚以上持っているので、それぞれの種類のカードを持つ選手をバランスよく編成した方が、その分発生率も高まります。
さらにスペシャルトレーニングカードにサポート選手が参加している場合はスペシャルレクチャーが発生することも。これはステータスがかなりアップするチャンスです。スペシャルレクチャーって参加している選手がこう多ければ多いほどステータスがアップするんですよね。はい、スペシャルレクチャーの発生率自体は高くはないんですけども、レクチャー率アップの練習能力を持った選手をこうサポートとして編成するとこの確率を高めることができます。サポート選手をこう選ぶときはそういうところにも注目していくといいんですね。はい、奥が深いですね本当に。よし、じゃあそろそろ、そうですね、選手のコンディションが悪いので、はい、このコンディションを上げたいときってどうするんでしたっけ？は、休息です。正解です。エクストリームの状態に入れば特に高倍率のボーナスが狙えるからなるべくそこに持っていきたいんですよね。そうです。でも実は今回のセーブブルーロックではエクストリームよりもさらに上のコンディションがあるんです。え、そうなんですか？専用のカットインが入ったら新コンディションアウェイクニングが発生。これまで最大で 500% だったボーナスがアウェイクニングの状態ではなんと最大で 999% です。え、 999% そんなのありなんですか？ありです。これはもうステータス大量アップのもうまだとないチャンスなんで、練習メニューはもうぜひともこの状態はもう慎重に選びたいですね。無敵ですね。そうですね、ちょっとまあこれは来るか、一回ちょっと休息しましょう。はい、来ませんでしたね。これは普通のまあでも睡眠なので多分がっつり休めて、うんうん、そうですね。これはあ、エクストリームですね。はい、いやもう全然よかった、全然いいんです、全然エクストリームでいいんです。さあこれでちょっと一回休息挟みましょうか。一回挟みましょう。さあ、あ、多分これ来たんじゃないですかね。これは、あ、来ました、アウェイクニングです。あれ、これって、はい、これがもうアウェイクニングです。なるほど、やっと出ました。ちょっとじゃあ今出た記念にもう一つあのお得な情報を教えしましょう。はい、教えてください。プレイした時に気づいてるかもしれないんですけど、はい、レベルマッチってコンディションは変動しないんですよ。はい、なので次のターンにそのまま持ち越すことができるんですか？そうなんですね。こうお目当ての高倍率メニューがなかったらこうレベニューマッチでコンディションをキープしながら待つみたいなのもこうありなんですか？そうなんです、ただあの全体のターン数は当然消費されてしまうので、まあ、ちょっとそこだけ気をつけながら使っていけたらと思います。はい、さあこれで育成のパートは一通り終わって最後の試合に入っていきます。さあこれでおーおー、よかったです。いや、よかったです。さあもう最後のバトルもクリアできましたね。はい、はい、さあこれで気になるランクはどこまでいったかですね。そうですね。さあこれで結果が US です。現状はね、この今 US が最高ランクなんで、とりあえずすごいですね。立派に育て上げました。いやでもまあちょっとまだその自分のやりたいプレーみたいなのがあって、ちょっとそれを見せようとして空回っちゃった感はあるんですけど、めちゃくちゃすごいです。US、無事 US です。完璧です。ありがとうございます。はい、セーブブルーロック、いかがでした？そうですね、めちゃくちゃ楽しくて、もうこういろんなこう新要素がたくさんあったんですけど、その中でもこうアウェイクニングがこう入った時のワクワク感がすごかったりとかして、やっぱりもうこれまで以上に高いこうレベルでこう選手を育てられるってところが本当にワクワクドキドキで本当楽しかったです。よかったです。はい、では最後にもう一つだけ、はい、セーブブルーロックでは一部の選手だったりサポートカードにですね、ブースト効果っていうのが設定されていまして、はい、まあ、ブーストされているものだとあのチップの枚数の獲得量が上がったりとか、あとは練習レベルをちょっと上げやすくなったり、そういったあの効果があるんですね。でこれに関してはあのブーストの効果に関しては詳細のボタンからトレーニングメニュー詳細へと進んで、シナリオブーストのところであの確認できますので、ぜひ確認してみてください。そんな効果がまたあるんですね。あの対象の選手だったりカードをゲットしたら、ぜひまたそのカードだったり選手をこう編成してやってみたら、また違った結果が楽しめると思うので、はい、ぜひやってみてください。はい、鈴木さんありがとうございました。ありがとうございました。はい、次回の解説もお楽しみに。